結局アビスの使徒は見つからなかったな。残念というのは少し違う。あんな怪物会わないに越したことはない。しかしこれから先、貴様たちは間違いなく嫌がおうでも奴らと出くわすことになる。確かに、そんなに強い怪物なら会っても逃げるのが一番だな。逃げることで旅の危険を回避できるならその方がいい。昔あの旅人と共に旅をした時の経験だ。ダイン、旅人って言ったけど、その旅人は今どこにいるんだ？彼はもう旅をしていない。旅は疲れるからな。そうだったのか。じゃあなんでダインはまだ一人で旅をしてるんだ？俺はまだやることがある。それが終わってから家に帰って休むつもりだ。帰る家があるのはいいことだな。オイラたちの旅は野宿ばっかりだぞ。お前の家族が見つかったらオイラたちも家を探そうぜ。モンドには美味しい漁師トーストがあって、リーユエには万民堂がある。とりあえず美味しいもんがたくさん食べられるところがいいよな。いえ、旅の終点に到達してから後のことは考えるがいい。旅の途中はまず。知っている気配？知り合いか、もしくは会ったことのある魔物か。どちらにせよ明確にした方がいい。あそこから崖の上に行けるはずだ。